お兄さんですか？妹さんの容体が良くない。急いでください。興味ないんだもん。違う、自分一人で生きてるんだね。そうじゃないんだマリー、このまま行かないでくれ。大丈夫っすか？動かない方がいいって。今は救急車呼んでるから。ああ大丈夫か？怪我してないの？なあ、全然電波来ねえんだけど。なんだこれ。生きてやがったのか。なんだよ。おい、寝ぼけたガキ、この体よこせ。なんだよこの声。
な都合よくはいかねえか。素人な、俺は中にいるんだ。このぐらいなんとか耐えろ。だな。なんだ。何か来る。喋んな。隠れる。いいから今は言う通りにしろ。私だけが君たちを救える。君たちの魂は浄化され、来たるべき世界の礎となる。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。さあ集え。そこにある。選択肢などない。俺に従え。嫌だ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないことを知るかよ。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他誰もいないぞ。悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。お前には消えてもらう。付き合ってる。だが忘れるな、お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。指しするな。
動きがぎこちないが、まあいいだろう。何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために？あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか、どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。
ながらにしてあちら側と接続されている。まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。人間？もう一人。お前は、愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそは逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。周りに触れるなと言ったよ。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救っていられる。しなければな。現世の時空で3秒、呼吸1回分で終わりだ。いやだ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わ。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリー。僕は伊吹明人だ。今さら自己紹介かよ。まあいい。KK だ。名前は捨てた。KK。マリオ。頼む。
俺には戸締まりしろってうるさいくせに、これだよ。しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。ちったら見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい、居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行ったやつの居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。